桜カップ第2回目開催しております。イエーイ、ありがとうございます。じゃあのこれから決勝戦が始まるにあたって、あ、自己紹介からします。実況の吉武と、解説は岡田真央さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。じゃあ決勝にあたって両チームの特徴と見どころを教えてください。そうですね、根本さんは怪我人が多いということで大きいチーム選手がいなくて小さいラインナップなので、でもその中ですごい今までずっと勝ってきてるので、すごくシュート力もあるし突破力もあるしチーム力が高いなっていう感じです。で、共栄大学さんは大きい選手がセネガルの子なのかな、いて2人ぐらいいて、まあ、みんなフィジカルも強いし学生なのですっごいもうアグレッシブに動き回るので、この戦いは本当にどっちが勝つかわからない。去年も決勝このカードだったんですけど、そうで大和さんが勝ったんですよ。で、結構点差ついた、最後は10点以上はついてたけど、今回共栄さんもしかしたら勝つチャンスあるんじゃないかなと思ってます。はい、ちなみに大和にはね、同じく東京 BB の、はいはい、あ、そうですね、ハルと、はい、マーリがいるんで、マーリはちょっと怪我で出れないんですけどね、ハルがいますんで、はい、応援したいと思います、個人的には。はい、いいね、ゴーゴーハル、ゴーゴーハル。うるさいな、うるさい、さすがだな、2日目しか来てないのにこいつ。ワンツーシン、体力はあっちの方がありますね、うん、人数も体力も多分あるだろうから後半どうなる。そうそう、確かに。そう、山口さん人数少ないから、真央さんなんかちょっとこの人目立つなっていうプレイヤーが。山口は、まあ、去年 MVP だった16番の子、関口若田さん。真央はさ、この1番も上手いです。上手い、上手い。宮崎さん打っちゃうみたいな髪型ね。確かに。
です。試合してるよ。前半終わりましたけど、どうでしたか、前半見ていて。はい、あの最初ヤマトさんがすごくあのシュートが決まって、すごい点差結構離してたと思ったんですけど、やっぱ京平さんはあの、はい、誰だ京平さんもやっぱあの体力とか、ね、勢いとかあるから、あので上手い、本当にシュートの打ち方とかタイミングの素晴らし方上手い。どんどんこの最初は硬かった気がします。なんかどんどん上手くなっていってる感じがする、うん、京平さんですね。後半わかりませんね。素晴らしい。逆転したんですね。はい、逆転しますね。すごい。マジでロさくらカップ2023 in 箱根第3位 BC スクワットさん、おめでとうございます。第3位の商品の副賞が、有限会社 東企画室様よりドリンクカレー20袋になります。続きまして第2位、大和運輸さんです。おめでとうございます。はい、こちらの副賞は、八代株式会社様より八代アパレルグッズです。今回は T シャツやトレーナーなど4種類ほどの中から皆様の好きなものを後ほど選んでいただきます。そしてさくらカップ2023 in 箱根優勝は共栄大学さんです。おめでとうございます。優勝チームには豪華3点の商品があります。1つ目は愛知県にあります有限会社三幸山田商店様より、フルーツの詰め合わせ、2つ目は、今回チームとしてもご参加いただいておりますバスケットカウント様よりチームオリジナルリバーシブルとなります。そして3つ目は、桜カップの、本大会のロゴを手掛けていただいております大人気アーティスト佐村大様が、チーム全員の似顔絵を描いてプレゼントいたします。続きまして、個人賞の発表となります。
まず株式会社マーサメディカル様プレゼンツ MVP 賞の発表です。マーサメディカル様より、梶浦様、中西様、前へお願いいたします。私たちは都内を中心として、神奈川、埼玉、静岡、長野に28店舗展開している整骨院グループです。新旧整骨院グループです。私たちの夢は皆さんのようにスポーツを、夢に向かって頑張っている方のサポートをすることで、治療を通じて明るくなってもらったり元気になってもらうことが目標でやらせていただいております。ケアを必要とされている方はぜひお声掛けください。お願いします。それでは、MVP の発表をさせていただきます。共栄大学の、永田雄乃さんです。MVP 賞としてですね、こちらマーサメディカル様からドクターサポーターが一式贈られます。で温泉入るとよく肩こりとか腰痛が良くなりますよって多分書いてると思うんですけど、そういった成分が、吸い込まれているサポーターになってて、洗濯しても半永久的に使えるものになっております。で、こちらをつけることによって血行が促進、血管拡張作用があるので、慢性的な、肩こりだったり腰痛の緩和っていうところに、使えるので、マーサメディカルの方で今、置かせていただきます。で今回その、商品を、MVP 賞として、送らせていただきます。はい、それでは MIP 賞の発表をお願いいたします。ドラムロールいきます。お願いします。おめでとうございます。菅選手、前へお越しください。はい、MIP 賞の副賞として、株式会社2タイムズ U ジャパン様より2タイムズ U 商品一式をお送りします。2タイムズ U 様は世界で最も進化したコンプレッションテクノロジーで、人間のパフォーマンスを2倍にすることを使命としています。はい、それでは最後に主催者代表岡田よりご挨拶させていただきます。本当に楽しい戦いを見せていただいて、本当に私も見ながらすごくワクワクさせて見させていただきました。で、開会式でも言ったように、皆さんがそうやってただ好きなことを一生懸命やるっていう姿が多分、周りから見たらすごく輝いて見えていると思いますので、これからもずっとバスケットを自分の好きなことを、好きなやり方でやっていっていただけたら嬉しいなと思います。私も今やってるんですけど、こうトップ的なところを目指さなくてもずっと生涯バスケットはなんやかんややっていきたいなと思ってますので、皆さんとどこかで試合することもあると思いますが、その時はどうぞよろしくお願いします。では本当に2日間ありがとうございました。大和運輸の菅選手です。ありがとうございました。すごかったですね、すごい得点決めてたの。昨日の試合で1日目の試合で試合27点とか決めてた。自分であんまり記憶あ、そうなんだ、あんまり知らずに。すごい上手かったの。どうでした、やってみて。自分たちよりレベルの高い人たち、ところでやってる人たちとも一緒にプレーをさせてもらって、1試合目でやられたことを2試合目で同じようにやってみようとか、それを試しながら勉強しながら試合ができたので、本当に楽しかったです。あ、すごい、そんな成長していただいてありがとう。やってありがとう。大丈夫です。じゃあ MVP の永田選手に来てもらったらおめでとうございます。この大会通してどうでした、自分の、まず自分のプレー。1日目は結構自分で点数を取れてたんですけど、今日はあんまり自分でいいプレーができなかったんですけど、チームのみんながやってどういうのに、そうですね、チームのみんながすごくてか、決勝戦すっごい欲しいそうだったけど、どういう気持ちでした、選手のみんなって。自分たちのやることをちゃんとやろうって思いませんでした。もうなんかめっちゃ盛り上がってた、若干あれっていつもあんな感じ。はい、へえ、もうそういうチームのあれなんだ、はい、スタイルっていうか、みんな仲いい感じ。はい、先輩後輩はみんな優しいです。先輩、あ、そうなんだ。今何年生ですか。2年生です。あ、今2年生、すごい。頑張ってください。はい、2年生です。ありがとうございました。ありがとうございました。今年、
から、はい、今年からヘッドコーチ、はい、4月から自分のヘッドコーチになってどうですか？そうですね、すごくあの初めてこれ大会というかちゃんとした試合での時期だったのですごく緊張したんですけど、あとは20人っていうちょっと異質な人数の差 で、はい、そこどうやって出そうかなって思ったんですけど、やっぱり彼女たちが一生懸命練習したことを出そうとしてたので良かったなと思います。 いやいいチームでしたよね、すごく声も出てるし。え、どういうバスケをしようっていうんですか？そうですね、やっぱり走るバスケットはが一番面白いなと思ってるので、まあ、そこは彼女たちには徹底して やってもらってるんですけど、はい、留学生っていう男がいるので、はい、まあ、そこも生かしつつっていう、こういいバランスでできたらなと。なるほど、ちゃんとスピードはありつつも高さもちゃんと使ってみたいな感じですね、はいはい、へえ、それあのこの共栄大学ってめっちゃこう盛り上がるじゃないですか、仲良くて、はい、あれは昔からそういう感じですか？そうですね、昔から自分、はい、私もその卒業生ではあるんですけど、ね、やっぱその時からずっとある、はいはい、あの盛り上がり方はちょっと。そうなんですね。そうですね。最後にこの大会についてちょっと感想というかどうでした？感想ですか、はい、そうですね、なんか、まあ、景品、うん、商品とか、うん、スポンサーのいろんな方の支えでやっぱ一つの大会がこうやって成り立ってるっていうのはすごいなと思いましたし、まあ、自分たちのチームもスポンサーついてるので、はい、すごくいい参考にさせていただきたいなっていうのと、結構社会人とカテゴリーが違う相手とできるっていうのは、まあ、すごく私たち大学生にとってはいい機会にさせていただいて、はい、よかったです。そういうのがいい機会に。あ、ありがとうございます、はい、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に良かった、何にもなく終わってですね、怪我人もいや、そう、怪我人もなくで、あの戦いも試合もめっちゃ面白かったし、そうね、すごい僅差の試合、うん、結構この大会何個もあって、うん、どっちが勝つか分かんない延長とかもあったし、すごい楽しかったです。本当参加してくださった皆さんありがとうございました。そして、スポンサー協賛協力してくださった企業の皆さんも本当にありがとうございました。あのね、皆さんにちゃんと選手の皆さんにめちゃめちゃアピールしておきましたね。でハッシュタグね、桜カップ2023ってつけて発信してくださいっていうこともあのここでももう一度お伝えさせていただきます、うん、というわけで、はい、こちら今回使ったモルテンさんがね、そう試合球なんですけど、うん、これなんとモルテンさんからいただいたということで、視聴者プレゼントにしたいと思います。あ、2つ、イエーイ、そう2つ、6号、6号です、ね、2名のことです。これいいやつでしょ？いいやつ、めっちゃ踊って一番新しいやつ、うん、なんと。はい、というわけで本当にこのね、女子の女性の大人の大会ということで皆さん本当にキラキラしてたと思いますので、はい、子供の子たちとかね、親御さんも見て子供たちに伝えてほしいなと思うし、はい、ま、前までやってたけど今やめちゃってるっていう大人の方々も、もし機会があればまた始めて、やっぱスポーツってのは健康になったりとか仲間ができたりとか、そのコミュニティができたりとかで、あと自分の成長になったりとか向上心になったりとかする、すごいいいことだと思うので、好きなスポーツを皆さんぜひこれからも楽しんでほしいなと思います。嘘でしょ。I'm coming in hot and I can't be. Watch out now.